ああ、それはもう大丈夫。助けはいらないわ。その通りよ。でも真の戦士なら巨人と戦う機会を楽しんだはず。だから盾の兄弟と一緒にここにいるのよ。よそ者ね、同胞団のことは初耳。戦士としての秩序よ。私たちは名誉ある兄弟姉妹なの。問題を解決するために来たのよ。十分なゴールドがもらえるならね。私には決められない。ジョルバスクルにいるコドラク・ホワイトメインに聞くのね。あのじいさん、人を見る目があるの。あなたの目を見ればどんな価値があるか見抜くわ。彼のところに行くことね。幸運を祈るわ。止まれ。町はドラゴンどもの接近により閉鎖中だ。法要以外では通せない。リバーウッドも危ないのか。それは入ってもらった方がいいな。首相は丘の上ドラゴンズリーチにいらっしゃる。ここをホワイトランで指揮官として衛兵隊を率いている。カルロッタ、悪党どもなら相手にできるが、ドラゴン、しょうがないのよ。世界はおかしくな、私が売るものに2倍の値を請求してくるんだから。何もしちゃいない。あなたの命は、そして帝国は何をしているか。何もしていない。いや、何もしていないよりもひどい。帝国の手下はサルモールの意志に従っている。自身の国民に反して。立ち上がれ、立ち上がれ帝国の子らよ、立ち上がれ。今の二人はまたやってるのか。息の目をやめろ。おい、危ねえ。いや、踏み込んで攻めろ。燃えろ。戻せ。いや、その血の呼ぶ声が今も聞こえるんだ。我々は皆そうだ。確かに荷が重いかもしれんが、乗り越えることができる。俺と兄弟は見ての通りお前の味方だ。だが他の者たちが簡単に賛成するかどうかはわからないぞ。そいつは任せてくれ。見ない顔だな、新入りよ。その質問は君の想像以上に深い。我々が一生かけて答えを出すべきものだ。気高い戦士の集団と暗殺者の寄せ集めとの違いは紙一重なのだからな。我々は正しい道を歩みたいものだよ。自分の家族を失って新しい居場所が欲しかった。仲間たちはほとんどみんなそうだ。私はこの世界を隅から隅まで旅して、戦いに関してあらゆることを学んできた。ただのひよっこだったが、情熱だけは一人前だった。やがて体は心に追いついたよ。私の前任者であるアスカーがハンマーフェルで拾ってくれたんだ。そこで腰抜けな貴族の用心棒をやっていてな、アスカーがここに連れてきてくれた。そして、
ここが自分の家だと気づいたんだ。ここにいる家族と失った家族、その両方に名誉をもたらすのが私の仕事だ。父、母、そして祖父、すべての盾の同士のために働いてるよ。家族と名誉、それが我々の仲間になるということだよ、ひよっこ。今すぐに？ちょっと顔を見せてもらえるかな？悪くない。なかなか根性がありそうじゃないか。マスター、本当に彼を受け入れることを考えていないのか？私は誰の主人でもないのだ、ビルカスよ。この前見た時はジョルバスクロにベッドの空きがあったはずだ。心に炎を燃やすものならあそこで眠る資格があろう。すまない、だがおそらく今はその時ではない。そのよそ者の話さえ聞いたことがない。名のある者たちが我々を訪ねてくることもある。名声を求めて訪ねてくる者もいる。どちらでも同じことだ。要は心が大事なのだよ。それと武器だ。もちろん戦いは得意なんだろ、ひよっこ。良い心がけだ。それならここにいるビルカスが面倒を見てくれよ。ビルカスよ、彼を庭に連れて行って何ができるのか確かめてやれ。ああ。団になるために来たの？私が入ったばかりだから多分もういっぱいだと思うわ。あの老人からお前の力を見るよう言われて。ワコードたちが辺りを走り回っている。やろうじゃないか。後釜を取られるんじゃないかって心配なの。俺に向かって攻撃してみろ。腕を見てのものはな。心配するな。でも心配なのはそんなことじゃない。あんたの撃じゃなかった。連中は殺されるかもな。あなたも。いい腕をしてるな。悪くない。次はもう少し手強いぞ。うまくやれそうだな。だが当分は使い走り役だぞ。心配。やれと言われたことをやるんだ。これが俺の剣だ。エオルンドのところへ届けて研いでもらってこい。取り扱いには気をつけろよ。おそらくお前の命よりも価値があるからな。どうしてここにいる？ということは新入りだな。その態度は役に立つぞ。つまらない商人か主張の踏み台になるにはな。この辺りでは自立した生き方が学べる。忘れるな、同胞団では誰の指図も受けることはない。自分は同胞団じゃないが、彼らは炉の正しい使い方を知らないんだ。手を貸せて光栄だよ。エオルンド・グレイメーンだ。スカイフォージを動かしている。スカイリムとタムリエルで最高の鋼だ。頼みたいことがある。アエラの盾を作っている。悲しむ妻のもとに戻らなくてはならない。これをアエラのもとに届けてくれると嬉しいんだが。
いいやつだな。今度は何だ。兄弟のビルカスは俺より話し上手だ。その辺にいるだろう。今夜の狩りの準備はしてあるのか。もっと目立たないようにって思ってたのよ。俺たちがしていることは何も間違っていない。あのじいさんが嫌がるのはわかるでしょ。あまり目立たないようにするわよ。どんな種類の武器が好みだ。個人的には一緒に狩りがしたいなら足が速くてもっと目ざとくなくちゃ。イスグラモル自身もこの辺りの野獣馬全員の相手をする辛抱強さはないわ。よそ者ね。同胞団のことは初耳。戦士としての秩序よ。私たちは名誉ある兄弟姉妹なの。問題を解決するために来たのよ。十分なゴールドがもらえるならね。母は同胞団だったの。それに祖母も。一族の女性はみんなそうだったわ。ブロッティ・ブラックブレイドの頃からね。試練に挑戦できる年になるまで父と一緒に森に住んでいてね。森の中で枯れるものは何でも買っていたの。いい訓練だったわ。母は私の参加を待たずに死んだけど、母や全ての盾の姉妹に敬意を払って戦うわ。ああよかった、これを待ってたのよ。あら、見たことある顔だわ。さてはあのじいさん、あなたが関心を持ったと思っているのね。こいつを知ってるだろう。ビルカスと鍛錬をやっていたやつさ。ええ、派手にぶちのめしたって聞いたわよ。ビルカスの前ではそんなこと口にするな。本気で戦ったらビルカスを倒せると思う？ああ、行動で示すのね。ほら、一休みする場所をファルカスに見せてもらいましょう。ファルカス呼んだか。当たり前でしょ、おバカさんね。この新人に他の若造たちの寝場所を見せてやって。新顔か。ああ、お前は覚えてるぞ。さあついてこいよ。一緒に狩りがしたいなら足が速くてもっと目ざとくなくちゃ。スコールとアイラにはよくからかわれるが、いい連中だよ。彼らは常に最善を尽くすよう求めてくる。新顔は歓迎だよ。たまに退屈するからな。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。部屋はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ティルマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売ればスコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ。同胞団はあんたを歓迎する。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、ある手紙によるとホワイトラン要塞で屈強な奴が必要だって話だ。どうして争ってるかは知らないが、こちらには関係のないことだ。あんたにはあの青二歳を脅し、言うことを聞かせてもらいたい。ただそれだけだ。死んだかどうかなんて聞きたくない。わかったか。行け。己と同胞団に名誉をもたらすんだ。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら。
新入りだな。そうだろう。な、そうなんだろがあるんだろう。今はビグナーと同じくらい我々の歴史を知っている。思い出せたらの話だが、自身の国民に反して。立ち上がれ、立ち上がれ帝国の子らよ。立ち上がれ。もうイソルダだったっけ。どうして一番。食材を買いに来たのよ、ナゼーム。あなたが心配するようなことじゃないわ。農場を所有しているとそれなりのメリット。お前が同胞団の一行にいたのを見た。栄誉に輝く道を歩んでいるな。何でも売るぞ、友よ。何でもだ。自分に姉妹がいたならすぐにでも売り払うんだが、脅して従わせようとしても無駄だ。行くぞ。さあ、今のは何だ。そっちに勝ち目はないぞ。やめろ。生きて後悔することもないと思い。見た目より強いんだな。成功法で勝つと。いいさ、自分でやるからほっといてくれ。売るつもりがあるならお前の身内を買ったっていいぜ。軽い冗談さ。またぜひ来てくれ。何でも売りますよ。今日は他の店へ行く必要はありません。スコールに言わせると、俺にはイスグラモルの力があり、兄弟にはイスグラモルの知性があるんだとさ。賢く思われないこともある。そんな時は拳をお見舞いしてやるかな。だがあんたは気に入った。自分は優秀じゃなかった。だが同胞団は戦士の心を持った者なら誰でも迎え入れる。我々は戦いになったら自らと同胞団の名をかけて戦う。ビルカスと共に小さい頃からここにいる。父のジャーゲンにここで育てられたんだ。ビグナーですらこれ以上若い仲間は思い出せないだろうな。できる奴だと思ってたよ。よくやったな。じゃあな。
ちょっと前にスコールが探してたわよ。彼は何も言わなかったけど、急いだ方がいいわ。あなたにできることを見つけてあげられると思うけど、彼に聞くのが一番よ。あなたは見た目より強いって聞いたわ。いつか一緒に狩りに行けるかもしれないわね。やっ、見つけたぞ。我々の兵士にもこのような質問をしてほしいものだ。最近同胞団が一種の家族のように思えてきた。ここにいる全ての者と肩を並べて戦ってきた。修羅場を共にした絆は血よりも強いのだ。ここにいる者たちを心の底から信頼している。それは自分を育てた者に対する以上の感情だ。剣の扱い方は対戦で覚えた。帝都の外れで危うく命を落としかけたがな。全てが終わり、スカイリムの家に戻ってきた。しかし戦うこと以外にはまともにできることが何もなかったんだ。傭兵として雇ってもらうために各地をさまよい歩いた。剣の腕には自信があったんだ。金も良かった。そして女たちも酒も最高だった。しかし自分を見失った。心を失ったんだ。同胞団に見出してもらえたのは幸運だった。今や戦う理由ができた。同胞たちの名誉は金貨よりも価値がある。もちろん金も十分もらっている。そして酒もな。ああ、どうやらお前の出番だ。先週学者と名乗る輩がやってきた。そいつはなんとウースラドの別の欠片がある場所を知っているという。バカな奴にしか見えなかったが、もしそいつの言っていることが正しければ、同胞団の栄誉にかけて見つけ出さなきゃならない。尊敬とただのごますりには明確な違いがあるんだ、新入り。しかしその根性は気に入った。これをお前の試練とすることにした。うまくやれよ。そうすれば同胞団の一員として認めてやる。今回はファルカスがお前の盾の同志となる。彼ならどんな疑問にも答えてくれるだろう。失望させるなよ。出なきゃ奴は死ぬ。ビグナーがいなかったら誰の忠告にも耳を貸さなかっただろう。彼は俺を引き取り、立ち直る手助けをしてくれたんだ。準備ができてるといいんだが。いつかサークルに。そう聞かされてる。お手並み拝見といこう。それはサークルのやり方とは違うな。だがあいつはいつも押し付けてくる。イスグラモルは同胞団を創設した英雄だった。ウースラドは彼の武器だ。彼は太古の故国からやってきてエルフを皆殺しにした。だが全部とは言えない。まだここにはエルフがいるからな。あんたが高潔な人物なのか確かめさせてもらう。高潔で強いと証明できれば同志と呼ばせてもらおう。賢い男だ。剣について話を聞かせてくれた。スコールはあんたがそれを見つけるだろうと考え、俺はあんたを見張ることになった。遅れるな、盾の兄弟。長き冬となる。私は今大いについて呼吸し、私のものとなったこの土地を。最近のスカイリムの問題が何か分かるか。誰もが死に触れつかる。なんだ、オーク。
機の根を止めろ。これが人生最後の間違いだ。ようやく手応えのある敵が現れたぞ。目の方がよっぽどきつい。ここを掘り返した奴がいるみたいだ。それもつい最近ね。足音を立てるな。墓石の周りでは注意しろ。ジョルバスクルまでおぶっていくのはごめんだ。
自分が何に巻き込まれたかよく見ておけ。心配するな、じっとしてろ。何とかしてみる。今のは何だ。死ぬ覚悟はできたか。ここに来るのは分かっていた。同胞団め、過ちだ。ドイツよ。関係ない。あの防具を着た者は死ぬ。お前を殺せば語り草になるでしょうね。生きてそれを伝えることはできない。怖がらせてしまったらすまない。我々に与えられる祝福だ。野生の獣のように恐ろしい存在になれる。いや、ビーストブラッドを持つのはサークルの者だけだ。己の高潔さを仲間に示してみろ。地平ではなく獲物を見よ。止まらない方がいい。まだドラグルに襲われる危険がある。誰かいるのか。お遊びはこれまで。ただの祭り気だ。Thank you.
さ。その程度か。もったいないよ。さ。粉々に切り刻んでやる。おしまいよ。
ったぜ。
用心しろよ。どうしたジョルバスクルに戻らないと。じゃあな。
Come on.
ジョルバスクルに戻らないと。何もしちゃいない。サークルの兄弟姉妹。今日我々の情妙なる家族の中に新しい魂を迎え入れよう。この男は耐え挑戦し己の勇気を示した。彼を代弁する者は誰か。目の前にいる者の勇気の証人になる。彼を守るために盾を掲げるか。自分なら二度と世界に裏切られないように彼の側につく。彼を称えて剣を掲げるか。敵の血が見たくてうずうずしているようだな。彼の名を称えて祝杯をあげるか。酒場は彼の話で盛り上がっているし、勝利の歌でも歌おうかな。ならばこのサークルの判断は決まったな。彼の心は怒りと勇気で鼓動している。その心こそあの陶器緑の夏の日々以来同胞団を束ねるものだ。我々もそれを打ち鳴らそう。そうすれば山々は共鳴し、呼び声に応じて敵を震わせるだろう。そのはずだ。よし、ひよっこよ、これで仲間入りだ。期待外れでないことを信じてるよ。君の味方となって戦ったことを盾の同志たちが誇りに思う。そういうことか。戦いの中の栄光、生きていく上での名誉。問題には体ごとぶち当たれ。口先と小手先は戦うことを知らない臆病者どもにくれてやるのだ。その秘密を知るのはちょっと時期尚早だが、まあ、おっしゃる通りだ。だが全員ではない。獣の血が流れているのはサークルのメンバーだけだ。その血を気に入っているメンバーも中にはいるよ。年を取ったな。心は地平線に向いているよ、ソブンガルデに。ただショールがノルドの真の戦士だけじゃなく、獣も天国に入れてくれるかどうかが心配だな。獣として生きていると魂がデイドラの王ハーシーンに引き寄せられるからな。奴のハンティンググラウンドで永遠に生きることを望む者もいるが、ソブンガルデで仲間たちと暮らす方がずっといいよ。ああ、それが簡単にはいかなくてな。まあこんな老いぼれの身を心配してくれなくてもいい。今日は君の勇気を喜ぼう。
なんであれ、もっといい武器が欲しいなら、エオルンドに話すことだ。時々ソブンガルデの霧の夢を見る。もちろん鍵はかかっているぞ。戦乙女の炉へようこそ。名前は気にしないでくれ。男性用の武器もたくさんあるから。大きいのだけじゃなく小さい武器もあるぞ。メイスに、ダガ、その他いろいろだ。見てってくれ。あんたと仕事ができてよかったよ。何か書いて。ガードを改変しているらしい。吸血鬼ハンターが何か。スコールがあんたを探してたぞ。先に話をしてみるといい。やっと来たか。ああ、今回は少し変わった計画を用意してある。しかし他の連中には聞かれたくない。今夜アンダーフォージで会おう。そこで詳しく話す。見たことがなかったのだったな。スカイフォージの下だ。そこでエオルンドが働いている。扉は隠されているが道を示してやろう。また今度。そもそもスコールがあなたを入れた理由も分かりませんね。別に気にしないで、コツを教えてあげるわ。物心ついた頃から。そもそもスコールがあなたを入れた理由も分かりませんね。
準備はいいか？これは試練ではない、シーリー。これは贈り物だ。さあ、中に入れ。よく来たな。お前のような心を持った者を仲間に迎え入れるのは久しぶりだ。集会所の裏で行われるあのような寂しい式典は我々のような戦士にふさわしくない。お前は祝宴なんぞよりももっと名誉を得るべきだ。アイラだとわかるか？姿は変わっているが、お前の祖先となることに同意してくれたんだ。これは秘密裏に行う。コドラクは我々に与えられし、この偉大なる力を捨てようと躍起のようだからな。コドラクは我々が呪われていると考えている。しかし我々は神の祝福を受ける身だ。このような卓越した能力が与えられた我々が呪われているなどということがあろうか。だから我々が自らこの問題に対処する。同胞団の高みを目指すには我々と狼の血を分け合わなければならない。獣の世界に仲間入りする心の準備はできたか？自分で決めろ。強制したりはしない。しかしサークルの一員となるのであれば同じ血が流れていなければならない。準備できたらここに来い。結構。聞こえなかった？起きてる。もう戻らないんじゃないかって考えてたところよ。大変な変身だったわね。でも死ななかったんだからよかったじゃない。あなたのためにお祝いも用意してあるのよ。近くのギャローズロックにウェアウルフを狩りに来た連中が野営してるわ。シルバーハンド、聞いたことがあるはずよ。全員皆殺しにするのよ、一人残らずね。行って、すでにスコールが石膏に出ているわ。あなたは群れの仲間に生まれ変わったの。羨ましいわ。いつだって初めての時が一番激しいんだから。ファルカスの最初の時よりももっと厄介なことに巻き込んでくれたわね。あなたには狼の血が流れてる。でもその力を発揮するには自分自身の力を高めなきゃ。どこでやるか考えることね。目の前の栄光に耐えられない腰抜けもいるんだから。別に何も力を使わない限りはね。分かったでしょ？強く早くなれるの。あまり長い時間は無理よ。でも敵の血で時間を延ばせるわ。血を吸うのが嫌じゃなければね。食べれば食べるほど能力が大きく育つわ。ハーシーンの贈り物をさらに見出せるかもしれない。治療薬？あのじいさんみたいな言い方ね。それは言えないわ。ホドラクのことは好きだし尊敬もしているわ。でもこの件に関しては間違ってる。これは呪いなんかじゃない。
私たちは国一番の狩人なの。もし彼がソブンガルデで飲んだくれる来世が気になるなら、好きなだけ追い求めればいいのよ。狩りの栄光は私がいただくわ。シルバーハンドがギャローズロックの古い砦を占領したわ。格好の餌食ってとこね。確かに尋常じゃないわね。こっちだ。うっ、見て、スコールが突入した後、星抜けどもがここを閉鎖したんだわ。あら？来なさいよ。降参する。お前には。
ケーキ。なんだ。誰かいるのか。そろそろのはずよ。気をつけて。奴らのリーダーは油断ならないわ。彼はカワハギ職人って呼ばれてるわ。理由を言う必要はないと思うけど。何か聞こえなかったか。何？あいつら、汚い手でスコールを殺したのよ。彼は私たちの中でも精鋭だったけど、数には勝てなかった。盾の兄弟なしに来るべきじゃなかったんだわ。ここから出て行って、私は奴らを一人残らず仕留めたか見届けて、死体から何か手がかりを探してみるわ。まだやることがあるわ。目の前でシルバーハンドを震え上がらせてやる。ウースラドのかけらを求めてシルバーハンドが世界中を探し回ってるわ。一団がウィンターホールドに身を隠したわ。取り戻して、私たち全員の名誉のために。やった奴が誰であろうと探し出すわ。
シルバーハンドに戦いを挑んだんですってね。その場にいたかったわ、あなたのそばに。いるの？怖いもの見たさってやつか。いきなり襲ってこなかっただけでも感謝すべきなの。心臓をえぐり出してやる。死ね。身ぐるみ剥がしてやる。お手並み拝見だ。お前は死んだも当然よ。うお。
誰かいるのか。死んでしまえ。もう終わりか。それだけか。真の力。あなたのために邪魔者を追い払ってたの。私たちの動きに気づいた者はいないと思うわ。今のところはね。栄光のかけらが一つ戻ったわね。上出来よ。なかなかの意気込みね。切れ者のシルバーハンドが一人、イーストマーチ周辺を嗅ぎ回ってるようなの。奴らの野営地に忍び込んで計画を盗み出せたら、こっちが有利になるわ。父にはあった。ドラゴンズリーチで執事をやってるの。知られてる以上に私が色ってんで父を助けてる。父が市長に与える助言は全て自分一人の考えだと思う。ふん、助言者に助言しているのは私ってわけ。これ以上は体力は。主に小さな窃盗や酔っ払いの喧嘩です。こんにちは。疲れているみたいだな。興味があるならリラックスできる。
倒したというのか。ここに来るべきじゃなかったな。セフロの獲物だ。ばあさんの財布みたいに腹をビリビリに裂いてやる。
さあどうした、やり返してみろ。遊びはおしまいだ。勝てると思っているのか。たったそれだけ。あなたのために邪魔者を追い払ってたの。シルバーハンドに戦いを挑んだんですってね。その場にいたかったわ、あなたのそばに。完璧ね。これで奴らの行動がもっとわかるようになるわ。奴らきっと焦ってるでしょうね。やるべきことはまだあるけど、私たちの動きをコドラクに嗅ぎつけられていないか心配ね。
あなたに会いたいって言ってたわ。アドバイスが欲しい？あのじいさんには常に正直にね。でも知る必要のないことは教えないこと。そもそもスコールがあなたを入れた理由もわかりませんね。そもそもスコールがあなたを入れた理由もわかりませんね。来てくれてありがとう。そうだ、若者よ。さあ、座ってくれ。最近は忙しそうじゃないか。お嬢さん、君がどんな性分かは分かっているよ。よく聞け。同胞団の各々が名誉にかけて何かをするなら、いちいちそれに干渉するつもりはない。だがこれはちょっと別だ。君のような気高い者にはふさわしくない行為だよ。あえらにも君にも、もっと分別というものがあるはずだ。ともかく一つ仕事を頼みたい。我々がなぜウェアウルフになったか、その理由を聞いたことがあるか。ああ、彼の言いそうなことだ。信念は人それぞれかもしれんが、真実は誰か一人の口から出たことよりも、ずっと複雑なものだ。同胞団が結成されたのはおよそ5000年前。この呪われたビーストブラッドの歴史が始まったのはほんの数百年前だ。我々の前任者の中に前任らが目先のことしか考えない者がいた。彼はグレンモリル魔術結社と取引をしたんだ。同胞団が奴らの主人であるハーシーンのために狩りをするなら強大な力を授けてもらえると。永遠に変わってしまうとは思わなかったんだ。魔女たちは支払いを約束したからな。他の者と同じように。しかし我々は騙されたんだ。魔女たちは約束を守ったというわけだな。しかしいくら体が強くなっても魂が汚れてはダメだ。病は我々の体を侵すだけでなく魂の中にまで侵入してくる。ウェアウルフは死ぬとハーシーンのハンティンググランドに呼ばれるんだ。そこを楽園とみなす者もいる。ご主人様に仕えて永遠に獲物を追いかけるだけで彼らは満足なのさ。それもいいかもしれんが、真のノルドはソブンガルデでその魂を休めるべきだ。年を取ってからはずっとその答えを探し続けていた。そしてついにその答えを見つけた。我々がこうなったのは魔女たちのせいだ。そして我々を救えるのも奴らの魔法の力だけなんだ。進んで解放はしないだろうが、無理やりその力を引き出すことはできよう。魔女たちを探してくれ。荒野にある奴らの結社へ行って真の戦士の力を見せつけてやってほしい。そして奴らの首を持ってくるんだ。魔法の力の源だよ。首があれば数世紀にわたる我々の不幸な運命に終止符を打てるだろう。よろしい。では早速行動に移ってくれ。一人残らず生かしておくな。ひよっこにタロスのお導きを。
ここに来るべきじゃなかったな。くそ。死に方を待っているんだ。良い死に方をさせてくれないなら去ってくれ。そうだ、ただ静かに横になって死ぬ時を待っていてはマラキャスは喜ばないだろう。もう行く時が来た。族長になるには年を取りすぎた。この年で嫁を迎えるのは間違いだろう。だから死ぬんだ。マラキャスは華々しい死の予言を与えてくれた。その時が来るまでここで待つつもりだ。で、この通り、まだ最後の時は来ていない。いかにも自分のことをまともだと言えるうちに死ぬべきだ。我々多くの男はノルドやインペリアルとは違う。彼らは老いて体も弱り、髪の毛が抜け落ちるまで生き続けるがな。過去の栄光にすがりつくなど愚かしいことだ。自分が老いたらどうする。それもよかろう。本気か。どうなるかな。ここに来るべきじゃなかったな。
傭兵の仕事には挑戦したか。きっとぴったりだろうな。無価値なしもべである我々は称賛する。おう、あなたの慈悲と善意によって。ノルドのことわざを知りたい。強い酒と殴り合い。こいつら二人はもうどうでもいい。ジョルバスクルまで攻撃しやがった。シルバーハンドメイ、ついにジョルバスクルまで攻撃しやがった。シルバーハンドメイ、ついにジョルバスクルまで攻撃しやがった。大半は返り討ちにしたが、一部の敗残兵には逃げられたようだ。あなたは勝って人間であった。そうだ、人間としてあなたは北の大地に。こいつら二人はもうどうでもいい。ジョルバスクルまで攻撃しやがった。どこに行ってたんだ。大事な用だったと思いたいね。そのためにここで彼を守れなかったんだから。シルバーハンドだ。ついにジョルバスクルを襲いに来る度胸がついたようだ。みんなで撃退したが、あの老人コドロクは死んでしまった。いや、だがウースラドの一部を全部持って逃げられたよ。それを二人で取り返しに行くんだ。敵の野営地の中心部に戦闘を仕掛ける。奴らの物語を生きて後世に語り継げる者は一人として残すまい。歌われるのはジョルバスクルの歌だけだ。コドラクの仇を討ちに行くんだ。死の恐怖を教えてやる。
来なさいよ。ここに来るべきじゃなかったな。でしょ。もういいでしょ。こっちだ。その手。
そろそろコドラクの葬式の準備ができてるだろう。スカイフォージに行って敬意を表してこい。何もしちゃいない。お前の活躍は聞いた。手柄らしい魔女どもを殺したそうだな。傭兵の仕事には挑戦したが、きっとぴったりだろうな。誰が始める？いざ行かん。古の炎の前で哀悼の意を表する。この被害では涙を流し、戦死者のために叫び、自分たちのために、そして立ち去る。彼の魂は旅立ったわ。サークルのメンバーよ。アンダーフォージに戻って追悼しましょう。ウースラドの一部をまだ持っているか。また配置するのに準備する必要がある。慎重に扱ってくれ。欠片の数が増えたら困るだろう。ちょっと頼みたいことがある。コドラクが常に身につけていたものだ。彼の部屋に行って取り戻してきてくれないか。彼のものを使っていいかどうかはわからないが。ありがたい。今はダメ。苦しむのは自分だけでいい。うん？戻ったな。ありがとう。お前の盾の同志は
アンダーフォージに戻って待っているはずだ。死ぬ前に願いがあった。だが叶わなかった。そういう単純な話だ。月の子であるということは、あなたが思うほど呪われた運命じゃないわ、ビルカス。お前はいいんだろう。だが彼は純粋でいたかった。彼はイツグラモルに会い、ソブンガルデの栄光を知りたがっていたが、全てを失った。借りを返したわね。コドラクは復讐に興味がなかった。いや、ファルカス、彼はしていない。そんな話じゃない。古来からの感情は抜きにして、コドラクを称えるべきだろう。そうよ、彼が欲しがってたのはそれだったし、それを持つ資格があったわ。コドラクはかつて彼の魂を清める方法を語っていた。イスグラモルの墓の伝説は知ってるな。北方での戦いの音は必ずや導き手の魂に届くはずよ。墓はウースラドがないと入ることすらできないし、それも今は粉々よ。何千年も前からね。ドラゴンはただの伝説だ。エルフたちはかつてスカイリムを支配していた。一つの霊だけで全てを決めるべきじゃない。剣は武器で道具だ。道具は壊れるものだから修理すればいい。それか、刃を修復したのか。盾の兄弟のおかげで初めて全て集めることができた。英雄の炎は破壊を修復できる。コドラクの炎はウースラドの復活を助けるだろう。そうすればもう一度彼に会える。欠片を作ったのはお前だ。ウースラドを戦いに参加させる責任がある。残りはイスグラモルの墓へ行く準備をしろ。コドラクのために。ここでイスグラモルが永眠している。彼が最も信頼していた将軍たちも共に眠っている。気をつけろよ。彼らは同胞団の最初のメンバーだ。最も優れた戦士たちがイスグラモルと共に眠っている。彼らに実力を示さなければならない。これは侵入じゃない。実際向こうも俺たちが来ることは分かっていたはずだ。ただ君にそれだけの価値があるのか確かめたいだけだろう。名誉ある戦いに備えるんだな。ウースラドをイスグラモルに返せ。そうすれば道が開くはずだ。コドラクの言う通りだった。俺の心は復讐の念に支配されていた。ドリフトシェイドでしたことについては何も後悔していない。だが心が曇ったまま、悲観に暮れたままでこれ以上進むことはできない。じゃあな。
ドラクのために。今の兵がいるのか。死者を恐れる。な状況のものめ。何者から隠れることができるのか。今のは何？死をお前にくれてやる。運が良かったな。死んでしまえ。逃げられないぞ。終わりのない眠りは皆に落とす。誰かいるの？愚かな存在を感じるぞ。情の愚かな今。
あら、愚かな情報たち、死者から隠れたもうすぐ死の冷たさを味わう。たちと一緒にここで体を温めてるんだ。ハーシーンに見つからないように。私しか見えないのは同胞団の指導者を私しか知らないためだ。ロービグナーなら前任者たちを5、6人は見ることができるだろう。私には全員見える。ソブンガルデにいる者もハーシーンの国で私と一緒に囚われの身になっている者も、彼ら全員が君を見て、同胞団の名誉を取り戻した君のことをな、忘れがたい恩義さ。そんなこと、そうだといいな。魔女たちの首はまだ持っているのか。よくやった。首をどれか一つ火に投げ入れるんだ。それで魔法が解け、少なくとも私は助かる。今のは何？何か聞こえたのか。兄弟、そして私の中にいる獣も感謝する。だが他の導き手たちはまだハーシーンの手の中にいる。おそらくソブンガルデから古き英雄たちが助けに来てくれるだろう。ハンティンググランドへな、必ず勝利してみせよう。いつか君も参戦してくれ。だが今日のところはひとまずジョルバスクロに戻るんだ。勝利の余韻に浸りながらな。そして同胞団をさらなる勝利へ導いてくれ。聞き間違いかしら。あなたが同胞団を導くって言ったの？驚いただけよ。でもあなたの強さと高潔さは誰の目にも明らかだわ。誰よりも先にあなたを導き手と呼べるのは光栄よ。みんなに伝えに行きましょう。
友よ、神のご加護を祈っている。まさか導き手になるとは思わなかった。しかしコドラクが信頼した相手だ。こちらも従おう。そうだな。仕事はいえ彼に名誉をもたらした。偉大な戦士にふさわしい最後だな。名前も聞いたことのないよそ者が同胞団を率いるなどという話を 2,3 ヶ月前に聞いていたら喉元を切り裂いていたかもしれん。だが実力は十分見てきた。それにコドラクにどれだけ気に入られてたか、信頼していたかも聞いた。彼が正しかったことを証明してくれるよう願うよ。頑張ってくれ友よ。すぐにじゃない。先にこの彫刻をいくつか調べてみる。生前イスグラモルはここに足を踏み入れたことがあるのだろうか。君は無理に残らなくてもいい。ジョルバスクルでまた会おう。みんなに聞かせる話もあるだろう。うんうん。質問があるんだろう。今はビグナーと同じくらい我々の歴史を知っている。思い出せたらの話だが、どうしてここへ来た。旅の途中で妙な生き物でも見つけたか。